ね、すいませんね。まあね、あの先ほどもねちょっとお見せしたと思うんですけどね、あのね、日本サッカー界、J リーグのね名門横浜 F マリノスがですね、生っ粋のサッカー小僧アラビシセアゲ、あのイギリスのねリバプールでかつてね、まあ、英雄としてね、リバプールのね神童として戦闘負け事までサッカー小僧ねステアゲがですね、これなんか愛するね私の地元神奈川県横浜市の横浜 F マリノスがですね、なんと15年ぶりのリーグ優勝ということで、おめでとう、おめでとうです。ちょっと久々に来たよね、累戦壊しに来たね。あのキーボードね、木田選手の涙、ちょっと反則でしょ。あ、ちょっと今ちょっと土曜なんで、あ、家にね家族がいるんでね、あんまちょっとね大きい声出せないですけど、いなかったらもうどんちゃん騒ぎよ本当に。ちょっとなんで今遅れたんですけど、ちょっと優勝があってプロテインでね、プロテイン飲んで乾杯しようと思います。本当ね、まあ、ちょっとね今回の動画はですね、あんまサッカーとかね詳しくないっていう人もいるかもしれないけど、ちょっとあんまりにも私ちょっと、もちろん抑えきれないね思いがあるんで、ちょっと今回はサッカー関係 J リーグ関係の動画ということで、まあ、横浜 F もありますので、ね、優勝を祝いまして、キャピスポーツに携わるね、人間ということで、ビールとかね、酒じゃなくてね、プロテインちょっと、カッとやらせていただきましたけど、まあ、ちょっとね、語りたいことがちょっともう多すぎるんですけどもね、本当、まあ、冒頭にも言いましたけど、私、神奈川県、ね、出身で、本当、横浜 F ・マリノスのね、古くからの大ファンと、家族がね、やっぱ J リーグとか、ね、サッカー、好きで、で、これね、日産の、今日産って書いてあるんですけど、これマリノスのね、これいつのユニフォームなんですかね、家にね、僕がどうせちびっ子の子にね、多分家族が買ったやつだと思うんですけど、これね、シュンスケ、あのね、横浜ひまりのね、元日本代表10番ね、中村俊輔選手の、こっちユニフォーム、ちょっと拝借してね、ちょっと聞かせてもらってるんですけど、いや、まあ、しびれたね、今シーズンは。ほんと漫画かと思うくらいの、この展開。ほんとね、まあ、今シーズンのね、目標、チームとして掲げる目標は ACL、アジアチャンピオンズリーグね、出場というのを掲げてたんですけどね、まさか優勝するとはっていう。まあ、ちょっと失礼かもしれないけど、まあね、3位以内、ACL 出場権はね、いけるかなっていうね、感触がありましたけどもね、シーズン出だしのね、試合を見る限りは、まさか、優勝とは、劇的すぎるよねっていう。いや、もうなんともね、語りたいことが多すぎて、ちょっとね、一つに絞りきれないけど、なんといってもやってるサッカーの素晴らしさですよ、本当に。で、やっぱ、普段ね、サッカー見ない方もね、このね、今動画見てるね、と思うんですけど、まあ、一度ぜひね、見てもらいたい、今のね、横浜 F ・マリノスのサッカーがどれだけ面白いかっていう。サッカー、全然わからなくても、ルールとかわからなくても、ね、サッカーの技術とか、専門的な知識なくても、絶対面白いと思う。それぐらいの素晴らしいサッカーをやってます。まあ、ちょっと前までマリノスって、守備のイメージ。まあ、そう、私のね、私にそっくり今ね、もう現役引退されてたんですけど、中澤佑二さん、元日本代表のね、ボンバー中澤よ、ボンバーヘッド中澤佑二さん、とかね、まあ、松田直樹さんとかね、井原さんとかね、まあ、日本代表ね、センターバックのね、系譜をね、受け継いできた、そういう歴史があるようにね、横浜 F ・マリノス、守備のイメージをね、まあ、持たれる。
方がね、まあ、サッカーファンの中には多いと思うんですけど、去年からね、就任した、ね、元オーストラリア代表監督アンジェ・ポステッゴルー監督のね、掲げるね、超攻撃的フットボール、これがもうとんでもなくてね、ほんとまあ去年まで、まあ今までの守備的なサッカー、今までやってきたサッカーとはね、もう本当180度、うん、正反対のねスタイルをね、まあ構築するということでね、まあちょっとうまくいかずに残留争いっていう風にね、結構ね苦しいシーズンを過ごしたんですけどもね、2年目のね今シーズンからは、いやー旋風巻き起こしたね。かつてね、私のね、さっき冒頭も言ったけど、ね、僕はリバプールの方でね、かつてちょっと、ね、留学してたことがありまして、リバプールイギリスのね、リバプールジョンムア大学というね、そちらの方でね、まあ、ちょっと、ね、旋風巻き起こした私のようにね、いやそれこそ本当リバプールみたいなもんよ。プレミアリーグとかで、ね、見る人、俺はまあ海外サッカー、ね、国内戦だから、うん、国内戦だから、海外サッカーあんま詳しくないけど、それこそリバプールみたいな、うん、サッカーらしいですよ。本当なんつうのかな、もうリバプールみたいらしいよ。うん、まあ、分からんけど。というね、本当に、絶対サッカー見てない、サッカー普段見ない人でも、やっぱ点が入ると面白いじゃないですか。ほとんどの人は、やっぱ点がバン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 入るサッカーって、ね、面白いと思う人が多いと思うんだけど、本当にもう、1試合2点3点4点とバカすか点をねぶち込んでいくと、ではもうもちろんね守備もするんだけども、もうノーガードでぶったたきに行くみたいな、うん、ただねそれだけね点が入ると、いや攻撃陣だけがすごいんじゃないかってね思う方いると思うんですけど、そうじゃないんですよね。守備のね良さよ。なんといってもやっぱ、ね、ちょっとここはね、J リーグ見てる人はね、ちょっとわからないと思うんだけど、やっぱね、今のマリノスって言ったらね、先日ね、東アジア選手権のね、日本代表に選ばれたね、中川照人選手とかね、やっぱマルコス・ジュニオール選手とかね、エリキ選手とかね、思いつくと思うんだけど、そうじゃないんだよね。やっぱね、守備のね、センターバックの、二人ですよ。僕と同い年のね、日本代表、これまで日本代表、畑中慎之介選手とね、まあ、なんていうの、僕が個人的に今一番その、なんだろうな、まあ、好きというか、今、なんかその、まあ、個人的なその J リーグの今シーズンの MVP に最もふさわしいと思う、ね、選手、もう一人、チアゴ・マルティンス選手っていうね、ブラジル人センターバック、浜のスーパーザゲイロですよ。この二人のね、守備というかもう、ディフェンスラインはね、もうアンパンアイですよ、うんね。左サイドバックのね、タイの AUT だと。右サイドバックはね、まあ、なかなかね、試合に絡めなかった時期もあるとか思うんですけどね、元日本代表の松原健選手。この、フォーバックは好きよ。あね、ゴールキーパー、飯倉選手、長年ね、マリノスでね、下部組織からね、生え抜きのね、飯倉選手、今シーズン、それでね、ヴィッセル神戸の方に移籍しましたけどもね、今シーズンね、J3 の琉球から、ね、加入してきたね、パク・イリュギさん、パク・イリュギ選手も素晴らしかったよ。もう、やっぱね、まあ、全員、本当にマリノスに関わるね、すべてのね、選手ね、スタッフ、サポーター、すべて、もう本当に素晴らしかったけども、やっぱチアゴ・マルチンス選手はやっぱ違うね。チアゴはね、サッカー詳しくない人でもな、ちょっと YouTube とかなんかね、チアゴ・マルチンスって調べたらね、プレー集が出てくるんで、それ見てください。バケモンなんで、本当に。うん。こんなんがゴロゴロいるブラジルってやっぱ半端ないなっていう。うん。もともとその、元いたブラジルのチームでは、全然試合に出れなかった選手なんですよ。チアゴは。だから、ブラジルって、どんなバケモンがいるんだと。こんなモンスターが出れない世界ってどんなもう想像できないよねっていうね。いやあとはね、そのザ・レイっていう横浜 F ・マリノスの YouTube の公式チャンネルに上がってる今シーズンのマリノスのドキュメンタリー、動画ザ・レイ、うん、ザ・レイシリーズがもう面白いのがあんの。
あのぜひね、あの無料で見れるんで、まあ、ちょっと見てみてほしいんですけど、あのマリノス の, その練習とかね、あの試合前のロッカールームとかね、あの、まあ、選手の、まあ、プライベートってほとんどないけど、あのホテル、あの試合前の、ね、前泊のホテルでの、ね、映像とか面白いんだな、これが。本当に、しかもあの今シーズンからこういうあの取り組みを始めて、今年まさにあのいきなり優勝っていうね、本当なんか全てがなんか夢なんじゃないかっていうねくらい劇的ですよ。という感じで、ちょっとあの長くなっちゃうんで、もうあの今度サッカートークねやってもね、あの普段見ないやねこれね、死ねボケ活動とかね、つまんねえんだよ死ねえとか言われてるのね、ちょっとあれなんで終わりますけど、あのねちょいちょいねサッカー関係のね動画がね撮りたいね、やっぱね、あの自分がやっぱね好きなことを、ああもうね、取り上げていくって一番面白いなっていう感じでまあ来シーズンね、アジアチャンピオンズリーグ出場、そしてね、あのディフェンディングチャンピオンとしてね臨む、ああ東京オリンピックのね年、まあここまで来たら、ね、また連覇、ポステコグルー監督のね、あの契約更新も発表されたんで、ああポステコサッカーね、またあの J リーグ、そしてアジアでね、あの旋風を巻き起こしていただければ、言い忘れてたんですけど、あの栗原雄三選手っていう、あの横浜 F マネス一つにね18年下部組織から含めたら20何年っていうね、あの浜のね横浜 F マネスのね、もうあのレジェンド栗原雄三選手っていうね、元日本代表のねセンターバックの方、今シーズンね引退するところでね、あの本当にお疲れ様でした。本当にやっぱ一筋ってね、あの一つのクラブにね、あの一筋でね、あのずっと居続けるっていうのは、そう誰しもできることじゃないんでね、本当にお疲れ様でした、大好きな選手。